皆様こんにちは7月13日の午後いかがお過ごしでしょうか去る7月12日餃子の王将で有名な王将フードサービスが実に35ヶ月ぶりの売上高減少となったことを発表しましたこれ以外にも日本マクドナルドユニクロで有名なファーストリテイリングなど各社も売上高の減少あるいは客数の低迷などに悩み始めています 持ち前の低価格戦略でこれまで破竹の勢いであったこれらの日本企業に今一体何が起きているのでしょうかイーシア代表原田武雄に聞きます餃子の王将が売上高の減少を発表しましたどのように考えますか ビジネスをする際に誰しもが考えなければならないことが1つあります例えば100万円を稼がなければならないときにです、ね、1円のものを100万人に売るやり方が1つありますそれだともう1つは100万円のものを1人に売るというやり方がありますで、まあ、前者の方がです、ね、いわゆるまあ低価格戦略という呼ばれるものなんですけれどもこれはです、ね、デフレ、すなわちです、ね、価格が社会全体で下がっているときにです、ね、非常に有利なやり方だという,ふうに一般的には考えられています、まあこういった うものも、ね、我々の研究所ではいわゆるデフレビジネスという,ふうに呼んでいますけれども、今回の餃子の王将にです、ね、象徴される出来事というのはこれまで,です、ね、八竹の勢いであったデフレビジネスが日本では徐々に通用しなくなっているということを意味しているんだという,ふうに考えております。 デフレビジネスはなぜ低迷し始めたのでしょうか先ほど申し上げた通りビジネスの基本は客数×客単価これがですねどんどん大きくならなければならないというところにありますでデフレビジネスが有効なパターンというのはどんなに価格が下がってもその分客数が増えなきゃいけないわけですねところがこれが低迷しているということは客数が減っているすなわちどんなに安くしたところで客足が遠のいているというのが大きな原因なわけですすすなわちこれは日本社会の中でですねどどどどん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 所得 格差が広がっており、かつですねいわゆる低所得者層が、あまあ、どんどんですねその持っているお金がどんどん減ってきているとこういうところをまあ指しているんだと思います、ですから、いわば増え、増けど、踊らずということで、どんなに PR を打って、どんなにですね華々しく打ち出したとしても、客足は遠のいてしまうという状況が続いていることを意味しているんだと思います。 これからの展望を教えてくださいまあいわゆるデフレビジネスがですね低迷しているということはまあ極端な形で、えー、所得のまあ二分化が進んでいて、そのいわゆるですね低所得者層の皆さんに、えー、まあ分配されるお金がどんどん少なくなっているということを意味しているんだと思います、ですからこれは単純な形のデフレではなくて、ですね、えー、まあそれに対するまあ処方箋というのも単純ではないというふうふに我々の研究所としては考えています。すデフレだかからああとにかくお金をすりましてです、ね。 インフレにすればいいんだという議論を展開する人が昨年からです、ねえー、まあ数多くいわゆる経済評論家の中にはいますけれども全世界的に見ますと実はです、ねえー、まあデフレが恒常化していると、まあ、これは言ってみればです、ね、新しいまあ中世のような状況になっている、まあ、これまで,です、ね、1960年代の後半からアメリカがとにかくお金をすりましてインフレにするんだとでインフレにすれば人々にお金が最終的に回ってきてです、ね、それがまた経済を活性化していくという、まあ、これまでの ビジネスモデル大きな意味でのマクロ経済のビジネスモデルですね、これのことをまあマネタリズムというんですけれども、これがいよいよ終わったというところをです、ね、十分に認識した上でえで、ー、ここの企業は新しいビジネスモデルを作らなければならないという局面になっているんだと思います、まあ、この点も踏まえてです、ね、本日のダウンロード教材日刊払った協ではです、ねえー、ではどうしたらいいのかという点についても踏み込んで答えておりますので、ぜひです、ね、そちらも併せてご利用いただければというふうふに思っております。ありがとうございました 明日もまた新鮮な分析をお届けいたします。どうぞお楽しみに。